本日はですね、緊急特別企画、はい、売れそうと言われ続けている錦鯉が一向に売れない自分のコンビ名を言えないというね、大問題だよ。慣れてないね。ちょっと待ってくださいよ。慣れてない。もう5年やってるんですけどね、錦鯉は。先生、ちょっとどうなってるんですか。はい、何を。去年から売れるんじゃないか、売れるんじゃないかと言われてる我々錦鯉がですね、はい、一向に売れてないんですよ。いやいや、一向にじゃないですよ。一向にじゃない、全然ですよ。本当に全然ですよ。いや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 、ちょっとこれはね、もう問題ですから。売れそうだって言ってたのね。はい。でも俺は絶対売れさせないって言ってたじゃないですか。いやいや、先生の力で。いやいやいや、だから僕はね、このもう2年以上やってますよ、この番組ね。もう3年よ。もう3年ですか。売れない君と売れない君は本当にもうこれはもう なんとかしなくちゃならないわけですよ。いや、錦鯉を売れちゃったら長谷川さんここにいなくなっちゃうから。いや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 、それで売れさせない作戦なんですか。売れない君なんだから。ああ、このまま売れてる君になっちゃダメなんで。いや、そうなんなきゃダメなんですよ。いやいやいや、だからね、もうその何ですか、旬なコーナー、旬な人のコーナーとかで、うん、ね、全然知らないね、縁もゆかりもない人を紹介ね、占うよりは僕錦鯉を占うから、これからどうなるかっていうの、先生、これはもうね、緊急特別企画ですから。占えって言われてるけどさ、俺いろいろ占った気はするんだけどさ、はい、何にも反映してないよね。いや、そんなことないですよ。赤いチーフどうした。赤いチーフ今してますから。僕してないじゃん。いや今はしてないですよ。これはこれにはしてないですよ。衣装ほっかぶりとかはいろいろできるでしょ。衣装にちゃんと赤いチーフもつけてね、うん、ちょっとやってますから。やってます。でも確かにあのね、本当に売れそうなところに来てるような気がするのよ。うん、ね、それはだって例年に比べて去年からほら今年にかけてとかってさ、うん、やっぱりあの地上波出る機会も増えたでしょ。まあ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 、そうですね。俺ついこの間見ましたよ。あ、ありがとうございます。あれですよね、なんだっけ、ブルゾンの後ろにいたでしょ。ブルゾンの CM の後ろにはいないですよ。いない。いなかったです。ウィズ N とかってやつやな。いや、違います。錦と恋の2人がいますとか、それじゃなくて、ね、それじゃないです。違います。見れない人はさっぱりなのか分かんないですけど、うちの会がすみませんに出させていただいて、はい、そのリューチェルと加藤亮君の後ろに錦鯉2人が立ってた場面が映ったっていうね。そうです。そうですよ。そう言わないと分かんないよね。分かんないですよ。全然分かんなかった今のね。ブルゾンの CM じゃない。そうそう、はい、でもあれだけたくさんのガヤがこういる中で、ちゃんとね、あのコアモテの2人ってことで呼ばれてってあのリューチェルの後ろに本当ウィズビーみたいに2人でこうやってくっついてね、立っていて、ありがたいことで、面白かったよね、あれね。いや、ありがとうございます。何にも言わないから面白かったよ、どっちも。言葉発せないですからね。発するとつまんないかもしれないからね。危なかったですよ。いやだからあのなんやかんやで露出はしてきてると思うんだよね。まあ、そうなんですよね。だからもうね、1年前2年前に比べれば、いろいろそうテレビの番組とかね、呼んでいただいたりとか、うん、ね、そのなんか他のよそ様の事務所のライブにゲストで呼んでもらえたりだとか、そうなんっていうことを考えたら、まあまあ ほんとちょっとでしたね。ちょっと、いやちょっとちょっとはそのちょっとの差はでかいんですよね。まあまあまあ、そうですけどね。そうだけど、もっと爆発的にドーンと行かなきゃダメなわけですから。やだよ、そんな。なんでですか。なんで嫌がるのおかしいでしょ。いや売れちゃったらほらね、せっかく長谷川さんとこうね、いいコンビで来てるのにさ。いや売れなきゃダメですか。まあ、分かりました。じゃあ、しょうがないから、うん、しょうがないから、そんな一言いらないですよ。ね、あのいやいや、じゃあ占いましょうか。ちょっとね、もう先生にその占って、もうだから本格的にね、錦鯉とかね、私のことを占ってもらったことが、まあ、ないんじゃないかっていう、まあ、ありますけどね、ちょっと、まあ、いろいろはあるんだけど、まあ、ほら、いつもいい加減にやってますから、ね、いや、なんでだよ。片手間の手抜いてやってますからね。ちょっとあの本気でやってください。それで、それで僕、ちょっと動きますから、本当にね、本当にやるよね。そうです、本当にやるよね。もうちょっとね、もういい加減、もういかなきゃやばいんで。はい、なんかちょっと笑えない話になってるから、ちょっとさ、いや、そう、もう笑えないですよ。笑えないですよ。そう、分かりました。じゃあしょうがないから、はい、仕方なくやります。はい、ということで、また明日占います。明日ね、はい、お願いします、先生。はい。